台風18号ですが、3時の推定ではすでに三重県内は強風域、まあ、そろそろ東海地方でも台風の影響圏へと入ってきそうな時間となっております。この名古屋競輪場でもにわかに上空空模様は変わりつつあります。先ほど一瞬日差しも差し届きましたが、この時間になってにわかに上空雲に厚みが出てまいりました。それでもこの時間なんとか、お天気の方は持ちこたえて、風も穏やかなコンディション、絶好のレースコンディションでファイナルの舞台を迎えます。いよいよ競争残りあと2つ、3日目最終日の攻防戦、第11レースは L 級ガールズ決勝戦です。それでは第11レース対戦メンバー、内から順にご紹介していきます。まず1番が埼玉の高橋理香です。2番ロシアアナスタシアボイノワ、3番東京奥井文、4番東京石井博子、5番兵庫亀川文香、6番オランダロディーヌファンリーセン、そして7番東京小林理子。以上ファイナリスト7名によって争います第11レース L 級ガールズ決勝戦です。この時間バンコンディションはほぼフラット、バンク中央の風向計もほとんど動きを止めています。この絶好のレースコンディションの中で大いに各選手力を試してもらいたいところ、もちろん注目は外国勢、前回の平塚に続く2連覇なるか、6番のロリーヌ・ファンリーセン、そして来日初優勝を目指す2番のアナスタシア・ボイノワ、これら強力外国勢に日本勢どう対抗するか、誘導員4コーナー回ってまもなくスタートです。第11レースのスタートです。まず5番の亀川文か、7番の小林理子、ここは2人が飛び出すか、合わせて1番の高橋理香が少し2番手からも動き1コーナーへと向かいます。あとは2番のアナスタシア・ボイノワ、6番のロリーヌ・ファンリーセン、早くもこの直後を狙います。あとは控えて3番の奥井文、番手を下げて4番の石井博子最後方で2コーナーから向こう上面入ります。さあここは少し一塁を諦めたか、7番車小林理子、サイド外から踏み上げまして3番手あたりを伺う動きを見せます。さあこれで外国勢が中段回り、奥井文が6番手から進める展開、その奥井を見るような格好で4番の石井博子最後方のスタートです。さあようやく小林理子も3番手に位置を収めて、ようやく初手の布陣固まって4コーナー回っていきます。さあ今日もスタート飛び出していきました5番の亀川文か、まずはレースを引っ張る構えでしょうか、誘導員の後ろ正攻法です。その後ろにつけたのは1番の高橋理香、副兵陣2人が先頭2番手、周回2周目に移っています。そして結局3番手に位置を収めた7番車小林理子、ここまで落車を開けながら2着2本と不安はすっかりと払拭した印象です。そして強力外国勢中段、2番のアナスタシア・ボイノは現在前から4番手です。連日11秒台の快速を発揮、初日はガールズ最速タイ11秒5も叩き出していました。そして2連覇を狙う6番のロリーヌ・ファンリーセン、なんとそのボイノワを見る格好で直後につけています。そして連日孤軍奮闘徹底先行で鳴らす3番車奥井文、やはり今日も自分のスタイルを貫くか、その奥井に一旦前を預けたか、4番車石井博子は不気味に最後方からの組み立て。さあ静かな展開で残り2周、赤番のホームを通過です。さあ注目外国勢まだ中段に控えています。アナスタシア・ボイノワ、ロリーヌ・ファンリーセン、この2人が並んで中段、その直後に3番車奥井文、まだ仕掛けはありません、打掌前2コーナーから向こう上面です。さあ競倍数をかける亀川文香が一旦レースを引っ張るか、しかし動いた奥井文、石井博子はこれを追走しません。どうやら奥井文が今日もレースを引っ張ります。3コーナーで前に出ますが、ゆったりとした流れ、2番手に飛びついた亀川文か、高橋理香が3番手、外国勢は5番手6番手、アナスタシア・ボイノはまだ足を溜めているのか、石井博子は終始この外国勢を見る展開、ピッチが上がっています。さあ今日は早めピッチを上げました3番車奥井文、これを早くもアナスタシア・ボイノは一気に仕掛ける、さあ一気に仕掛ける、アナスタシア・ボイノは一気に前を捉えます、連れてロリーヌ・ファンリーセン、外国勢一気に飛び出した、石井博子はこれに追走できず、切り替える1番の高橋理香、3番手に流るか、粘る奥井文、4コーナーから直線、さあ前は一騎打ち、ボイノワかファンリーセンか、ボイノワ、ファンリーセン、ファンリーセン追い込んでゴール、最後はファンリーセン、ロリーヌ・ファンリーセンか、粘った2番のアナスタシア・ボイノワ、その後3着にどうやら3番車奥井文、粘ったように見えました。第11レース L 級ガールズファイナル、直線は見せ場十分、外国勢の追い比べでした。勝負どころ仕掛けてアナスタシア・ボイノワ、奥井文を撃破、ただこれに乗ったロリーヌ・ファンリーセン、前回同様直線勝負で追い込んでわずかに捉えたか、外国勢の前哨対決直線の攻防は
最後さっとハンドルを投げてロリーヌ・ファンリーセン、わずかに捉えています。来日初戦の前回平塚に続いて2連覇、今日も追い込みで勝ちました6番車ロリーヌ・ファンリーセン。ロングスパートのまくり一歩届かず、2番のアナスタトシア・ボイノは2着、大きく離れた3着はそれでも意地を見せました。この人赤の勝負服は3番車奥井久美、先行1本3着に粘り込む健闘でした。第11レース LQ ガールズ決勝が終了しています。正式な決定は今しばらくお待ちください。紹介しております。いずれも出走表の通り出走いたします。決定1着6番ロリーヌ・ファンリーセン、2着2番アナスタシア・ボイノア、3着3番奥井文。名古屋競輪11レースの払い戻し金額をお知らせいたします。車番連勝複式26150円、車番連勝単式62240円、三連勝複式236590円、三連勝単式623340円、ワイド26100円3660円。